地球上での塩養性堆積物の分布図。黄色部分は石灰質なんで、緑色部分は形質なんで、茶色部分は塩用性粘土に覆われている。塩養性堆積物は陸から遠く離れた海洋底に堆積したプランクトンの意外に由来する堆積物のことである。塩養性堆積物は鉱物質の殻を形成するプランクトンの意外が、 海洋底に堆積することででき、地球表面の約6割を打っている。海底堆積物は、過去の地球の状態を示す情報を持っているが、深海底のものは特に保存状態と連続性が良い、ため、地球規模の海洋変動、気候変動、プレートの運動などの地質現象を解明するために、使われる。沿用性堆積物は、南泥と沿用性粘土の二つに分けられる。 南米は、霊上で、柔らかい栄養性堆積物の中で、微小なプランクトンの意外が30%以上、含まれるものである。石灰質南米と、軽質南米の二つに分けられる。栄養性粘土は主に生物以外を由来に持つ、物質からなる栄養性堆積物である。赤色を呈しているが、鉄イオン f e 3及び水酸化マンガン MN2 の存在が原因である。 主に粘土鉱物からなっていて、それらの大半は大陸から運搬された風星人を由来としている。生物活動が不活発な海域で、炭酸重保障深度よりも深い海底、すなわち南霊が堆積しない海底に分布しやすい。ありがとうございます。